B53 の背面 B53 はアメリカ合衆国が配備していた核爆弾である。メガトン級の核出力を有する戦略目的の核爆弾であり、W53 核弾頭も同等の弾頭を使用している。キューバ危機により米ソの対立が深まった時期に生産され、冷戦の象徴とも称された。開発は1955年に、 ロスアラモス国立研究所で開始された。1962年から1965年まで生産が行われ、350発が生産された。搭載航空機は、アメリカ空軍の B-47、B-52、B-58 などの大型爆撃機であり、各機種とも一発のみ搭載できる。10日に際しては、3段階のパラシュート展開により、 レーダーン投化が可能となっている。プライマリーブにはプルトニウムを用いず、高濃縮ウランを用いている。各融合燃料は、リチウム6同位体を用いた、重水素化リチウムである。最大威力が9メガトンと大きく、1997年に B61 モット11地中間通爆弾に更新されるまでは、地下施設破壊用に配備されていた。 これは地表面での核爆発による衝撃波で地下施設を破壊するものである。W53 核弾頭については、タイタン2大陸間弾道ミサイルの弾頭として1987年まで配備されていた。これは単弾頭ミサイルとしてマーク6再突入体内に搭載されていた。2011年10月25日に、 最後まで保管されていた一発がテキサス州アマリロの核施設にて解体されたことが国家核安全保障局から発表された。ネバダ州ラスベガスの核実験博物館などで展示されている。ありがとうございます。